さて、行きましょう。行きましょう。ゆふるさん2ヶ月サブスクリーブ、ありがとうございます。ついにやってまいりましたね。ナースの弱体化が来るという。牛タンショーさん500ビッチありがとうございます。なんかもらったわ。ってことでね、まあ自分で自分を償うじゃないな、痛む弔い合戦に行きたいと思う。死ぬ前にね、弔い合戦、ワンチャン生きて帰れるタイプの弔い合戦。ナナシバロンさんに役別ありがとうございます。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。カナトさん2ヶ月サブスクライブありがとうございます。いやでも残念だな本当に。残念、本当に残念。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。キョピピさん4回サブスクライブありがとうございます。まあ、ナースは何から何までナーフされるので、うん、まあもう、うん、山岡芸になるんじゃないかな。まあブリンクにそうクールタイムもできるし、アドンも全部弱くなるし。リア WDP さん2回サブスクライブありがとうございます。まあ、これから残るナースはもうあれですね、ビヘイバーの奴隷ですね。いやまあ蓋を開けてみないとわからないからね。お別れかい。まあいつかは来る定めだったのだろう。仕方ない。行きますか。ナース使いが減るとね、ナース以外のキラーを使う人が増えるわけではないからね。ナース使いが減るとその人はこのゲームからいなくなるから、半分ぐらいはいなくなるからな、多分な。まあしかしそれでもそっから、まあまずはね、サバイバーを弱体化する前にナースを弱体化して、キラーをね、キラーの強さを平均的にしてね、まあそっからサバイバーの弱体化をしてくれることでしょう。なので今日は懐かしの3振りをやろう。懐かしのね、まあこのゲームを俺がやってきたのはやはりナースの存在が大きかったので。ナースをね、使いましょう。今日はメメントも持ってきました。いやー、どうやってこれから VC パーティーに対抗していくのかっていうのが永遠の課題。ナースをね、使ってない時もナースが裏に控えてるって思うと割と心楽だからね。しかしその絶対的な守護神もいなくなってしまうのはコールだわ。ユウさん400ビッツありがとうございます。いきますか。なんかやってんな。あ、3振りだったね、忘れてた。
強いからサンブリは壁抜けれなくなるか。通り過ぎてたわ。まあね、メメントあるんでどんどん行きますか。今どっかいた？今なんかトーテムオロオと聞こえたんだが、あ、ここ壊れとるわ。まあいいや。サンブリやっぱね、テンポは悪いね。こういう動きできなくなるかな。ここ超えてんのか。どちらへ。ロッカーかよ。今日はね、ナースにさよならを言う時間だから。距離増加ドーンも、まあ、ちょっと変わるっぽいからね。チャージ時間が伸びるっぽいから、まあちょっと大変だね。さようなら。地獄耳強いよね。来たぜ。じゃあな。おやすみ。映れないからバベチリが見えないというね、不便。ささやかれてんな。さっきの場所いたな。いない。あの発電機か。いるな。どこだこれ。いた。ちょ、途方ナースになるから今後。ちょっと待って。おい、危うく外した人になったぞ。危うくあれ外したみたいになったから、やめてくれよ。あと2台だ。よいしょ。見えない。この辺いるよね。死んだか。逆か。
リタを。いたのに。いたよね。いや、ささやかれてる。いや、いた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 。スプバー。ハッチないといいな。何やりおる。よし、今日は手持っていこう。マッチング長いよね、なんか。マッチング長いよね。なめらかさん、薬物ありがとうございます。意味不明なパークつけるか。俺はいなくなるっていうね。存在感を出していこう、今日は。圧倒的存在感。クモンの根源。ピエロいらんかな。クロミさん100ビッツあります。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんばんは。こんばんは。アルターさん27ヶ月サブスクライバーありがとうございます。27ヶ月。不安の元気を入れるか。あとどうしようかな。果たしてこれは強いのだろうか。いや強い。なんだって心音がでかいからね。オーバーチャージでも入れとく。オーバーチャージ入れとくか。わけわからんすぎるこの構成。まあおじけありだな。おじけつけよう。じゃあ圧倒的存在感いらなくねっていう。圧倒的存在感いらなくねってなるんだけど。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ユミさんサブスクライブありがとうございます。今日は早いですね。最近編集とか、作業とかしてからさ、配信するとちょっとあれなんだわ、あれなんだわ、編集テンションなるから、作業テンションなるから、早めに配信することにして。アイテム持ってる人いた？今回。まあ、圧倒的存在感のアイコンを相手に出したいからね。まあ、このパークをつけてるっていうね。
事実だけ。錠剤の神殿。そう、罪を償う時は来たのだ、ナースよ。いけますか、ささやきがない。なんで、あー、これこれ、この距離感。ハッピーナースデイトゥーユー、ハッピーナースデイトゥーユー。気持ちいいか、最後の戦いだから許してくれ。さあ、存在感示しに行きますか。バベチリなんて便利なものはないです。さて、二人目。サンブリは正直そんななんだよな。この辺いたよね、ジェイクかなんかいたわ。くそブチ切れナースに動揺しました今。あ、これ当たる。逃げてくれると当たる。距離増加一応あるよ、チャージ時間伸びるけど。別のアドオンに効果が移植される。俺の存在感にひれ伏せよ。下落ちやがった。消えた、消えたフェンミンの謎。いた。ユミさん100ビッツ出す。叫んでる。これが電波おじか。あんまり使ったことないから効果がよく分かってなかった。電波するおじけっていうね、パークがありますね。今回つけてる通称電波おじ、勝手に通称作っていくけど、通称電波王子。ドアちゃん、あ、これ叫んでんのかみんな。さっきから何の音だって思ったらそういうことか。自分がつけたパークあんまり把握しないからな。発電機回っていこう。いたわ左。いた当たるんかーい。え、叫んでる。あれ、いる？上行ったか？いるね。徒歩で追いかけるよ。終わった。電波王子強え。意外とありかもしれん。爆音電波構成。
the game. ありがとう。ありがとうナース。そして永遠に。鹿漁師入れるぐらいなら支え切れるかな。なめらかさん100ビッツあります。かなちゃさん200ビッツありがとうございます。いやいいですね。ナース。なんでナースくんがこんな目に。まあ弱体化どんな感じのが来るかはまあ調べていただいたらすぐ分かることなんで調べていただいて。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。マヨゲリータさんサブスクライブありがとうございます。今は山岡が一番強くなるんじゃないかな。いやでもどうだろう、まだやれるのかなナースは。クールタイムブリンク1回につき3秒のクールタイムがどういう感じでカウントされるかによるんだよ。どのタイミングでクールタイム解消が始まるのかによる。タイミングによって全然違う。スタンした時から、じゃあもう終わりです、終了。終了ですね、ナースは。スタンからっていうのも、スタンの始まりと終わり、どっちかによっても変わるよね。スタン3秒なら、スタン開始からなら弾丸ナースでどうにかなりそう。ワンブリンクナースで。他のナースもやるんだ。今日はいっぱいナースしていいぞ。おかわりもあるぞ。ちょっと待って、パークが見つからない男。あったあったあった。
あったあったあった。あとあのしょうもないパーク、骸骨6個ぐらいあるやつ。あーざす。行くか。わっ、パーティーじゃん。血まみれのパーティーじゃん。いいね。俺も祭壇用意したから遊べるね、これ。いや、今のアンコモンのさ、茶色のアドオンより弱いウルレアアドオンってやばないもん。やばない。やばいわ。段階踏めないタイプだよね。段階踏めないでしょ。もうちょっとなんか段階があるんじゃない。まあ、仕方ない、それも。お上の決定が絶対だからね。幼稚園だ。果たして幼稚園で地下まで運べるのか。あー、どこ最初。こっちかな。いない。ここか、地下。また微妙な位置に。全然回ってないな。回ってる。ちょっとだけ回ってるな。ここ探してると日が暮れそう。いなくね？ここまで来てないか。やっと一人、サチカまで運ぶぜ。1、2、無理すぎる。無理すぎる。もう距離感やばいって。もう地下遠いって。発電。早いよ、そんな。いた、あいつやれば地下運べる。エテン。え、ちょっと遠いな。ミスった。鉄腕13回じゃないかな。やべえ、通電する。通電しちゃうこのゲーム。嘘だろ。消えた。いない。早つ早ない？発電機遅延ないから。いねえ。いや、見えねえ。俺の地下まで運ぶ大作戦がこんなところで頓挫する。なんで今の。デッドハードじゃないよ今の。ちょ、2頭届かん。
運べそう。運べる。やっとパークが生きる。こっから反撃ののろしを上げるぞ。よし。いない。いや、回りかけ。あー、振っちゃった。もう一人いる。あ、違う、当たらないんだ。それ突きそう。うのん、やったわ。それ外したら終わりだ。あ、今のあれか、音か、猟犬の音を今のか。やべ、猟犬の音ってあれなんだ。やばい、知らないことが多すぎる。おしまいだ。向こうから飛んでるし。で、あるけど先に殴れた。これはでかい。うおほ。でけえ。あいつ治療してる。いや、地下行きたい。地下行きたい。この後に及んで。いるな、ここ。とりあえずまだする時間じゃない。やべ、これ絡んでいいのかな。クイーンさん100ビットあります。これ当たらんな。いや、これまずい。向こうつく。え、なんで。ちょ、お互いすごい。ミスったー。ついたな。ちょ、今回ガバガバだからな。え、釣るか。するか、どこいるんだろう。いる、この辺。焦り見えるぜ、やめろ。焦ってはないから。がばってはいるけど焦ってはない。異形やからな、死ぬの早いぞ。向こう開いてんのかな。開いてはない。向こう開きかけてんのかな。開いたか。
ボロタイ。いや最悪だ。これはもう終わりやな。じじ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ショボンさんサブスクライブありがとうございます。足組んでやってたら右足がしびれることに気づいた。ちょ、地下構成リベンジしようぜ。今年もハロウィンイベあるんだね。あ、組み替えれば右足しびれない。天才すぎる。あ、なんか流れてたわ。誰だっけ、レプチンさんか誰かが上げとったな。かなりやってるよね。とりあえずリンちゃんのハロウィンスキンは来る。ハグとか、ハグだっけ。ハロウィンスキン顔面やばすぎるよな。どんなイベントなんだろうな。前回みたいにセルフ遅延するやつじゃないのかな。もうハロウィンだよ。早いもんだよね。ハロウィンデーとかつい最近やったような気がするんだけど。1年が早く感じるってことはつまりもうね。いけますか。なんだかんだで俺も社会の歯車となって半年が経過したわけですけどね。いいですね。ほんまか、早いね。マイケルはなんか版権の都合でむずそうだけどね。だってスキンすら追加されてないもんな。マイケルとローリー。まあ、その点、ね。あれの方々は、異形の方々、トンプソンハウスだ。歯車生活楽しい。初動を支えきないとマジで分からん。いたわ。マジで見え。
デッドハードは今チャージ攻撃当てれたかも。終わり際だったデッドハード。やった。地下どっちだろう。中央にいるからどっちでも対応か。あっちか。6。あ、間に合うね。めちゃくちゃ運ぶぜ。一番ダメなとこっつった、まあ、変わらんか。やってない。いきなり地下は幸先いいね。入ってった。いや、見てないっす。見てないっす。あーヘリに詰まった。ありがとう。あ、もう一人来てんな。対角線に置くことによってちょっと面倒くさくしとこう。あ、こういう時どこで救助を待つかっていうと大体上上がって待つ気がするな。救助向かった。行ってんねえ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。バコツボ、うったてさん2回サブスクライブありがとうございます。立ちはだかる男。抜けれるんかーい。でっはご覧のスポンサーの提供。あれ、なんかすげえすげえことになってる。決まれば強烈なんだな。終わった。終わったんすけど、獅子ルイルイすぎる。え、立ち上がったんすけど。え、ちょ待って、滅びぬ。俺はナースと違う、そう簡単に滅びぬやつと。いいですね。なめらかさん100ビットあります。さすがにもう立ち上がんねえだろ。ちなみに地下に釣ると4パーないですね多分。こういったかな。開いた。最後とかどこだっけ、もう忘れちまったんだから。ハッチあるぞ。ハッチで逃げれたらこれはもうすごいってことで表彰かな。いない。ささやきなしで探すのマジでだるい。マジでだるいやつでは？
いるかなこの辺。音でおびき寄せる。信号あるから来ねえか。オープン。地下行ってねえかな。あ、飛べない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 。は？だこのゲーム。どうでもいい時に限って地下ガンガン行くのに。あ、いらっしゃらないですね。じゃあ、まあ、カラス？ちょっと待って、間に合うかこれ。死んじゃう、そろそろ。どこ？大丈夫。危ない。いやー、最後の最後にナースの責務を発動できた、全うできたと思うと俺は幸せだ。最後ではないけどね。そう、抱えていたサバイバーは泡のように消えてしまいました。ジジイ。ハッピーナースデイ。もうこの構成は満足したのでやめてください。台風やばいらしいね。生きていけんのかな俺。髪切りに行こうと思ってたのに。915ヘクトパスカルとか行くらしいけど耐えれる、うん、俺クラスになると普通に1000ヘクトパスカルぐらい耐えるけどね。1014ヘクトパスカルぐらいまで耐える。さあどうしようか。何やろうかな。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ジェイドキャットさん3回サブスクライブあります。とりあえず光よりいでしものと、闇よりいでしものをつけることによって光属性闇属性の両方を持つというコンセプト。観察&虐待を持つことによってさらに目ん玉がすでに6個、目ん玉6個構成。目ん玉寄りのパークあんまないな他に。あ、ナスコじゃん。こっちでは？また遅延なくて泣かされるんだ。陰キャでもあり、陽キャでもある。育てとくか。あ、そう、貯めとこう。サバイバーあげようぜ。俺、サバ戦になるから。もうサバ戦になっちゃう。やっぱ長いものに巻かれていかないと、こういうゲームはね。やっぱサバイバーになって、ライトでカチャカチャ煽りながら屈伸して退場するっていうのを日課にしていきたい。もう殺されるたびにキラー認定して動画まで上げたろ。
低評価めっちゃつく。そこまでテンプレ。こうやってキラーが減ってくんだ。もう言うて俺そんなナースやんないからな。めっちゃ疲れるからナース、すごい来る。ブリンク1回に1回1回にもすごい来るから、ちょいいやだって使わないんだけど、まあ、それでもいなくなるといなくはなんないけど寂しいね。俺の部屋人気ないんだけど、名前見られてる。YouTube でな、そうね。ビリーとか上げにくいんだよな。なんかビリーマジで見せ場ないからね。ヒルビリー動画の見せ場のなさすごいよね。上げないんだけど。揃ったー。頼むー。本当にサービス、サービス、サービスパークだよ。ああ、お別れのお手紙だ。在校生、掃除。在校生掃除の感じが最近まで知らなかった。最近、今も知らない。ピチカーさん27回サブスクライブありがとうございます。27ヶ月じゃん。いや、ちょ、30ヶ月になったら、やばいわ。やばいわってなんだ。やべえわ。ちょ、30ヶ月近いんでやべえわ。すげえ。俺そんなに配信してるんだ。山岡亭。はい、世代交代。世代交代だ、こりゃ。いけますか。すべてを見通すこのパーク。いたない。お前の罪を数えろ。ちょっと目が良すぎて、視野角広いからめっちゃ早く見える。ブリンクがすごい。いい。イルミナティ。イルミナティ。視野角広いのすごい。超高速ブリンク。すごすぎる。イルミナティすぎる。これが闇よりでしもの。さて、ちょっと本体を切りました。本体に攻撃してしまった。何より展開が早い。あー、もう早い。展開が早い。展開が早いです。展開が早いです。これはいいですね、これ。てか、そうじゃん。シャドーボーンと簡略一緒につけても意味なくねえか。どこんでもいそう。そこか。いやー、まだ逃げる意思があるっていうのはもういいね。なかった。すぐに眠らせてやるよ。はい、ハッツン。そうに、まあ、こういう時にね、一番いいのはさっさと殺してあげることだから、ね、うん、俺ならすぐ殺してほしい、こういう時は。
これでもハッチ戦できるのはいいよね。勝ち。ハッチ戦勝ち。いや、そこ違う。ナイス。めっちゃブリンク早く見える。これ慣れるとまたこれはこれでやばそうだな。まあ、あとはここ反復横跳び、反復横跳びっていうか、まあ、20メートルシャトルランしているだけでね、このゲームは終了です。クソポジすぎる。いた。やばい、感覚がわからん。いや、感覚一緒なんだけど、一緒のはずなんだけど。ナースナフってアドオンだけなの？いや、それだったらもう幸せなんだけどね。悲しい。まあ本体がナーフされたらね、まあもうつらい。サキイカさん300ビッツありがとうございます。まあ結局実装何がされるかでもう嬉しいから。もうめちゃくちゃナーフされたらもう悲しむ、みんなで。そういえばなんかビッツを投げることによってスタンプが配られるらしいので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もらいましたこれ。ツイッチ公式がつぶやいてました。ダイレクトマーケティング。まあ今日はね、この後編集かなんかして、編集かプラグインかして、もうお休みですね。匿名ビッツ200ビッツ出す。最近 YouTube の動画上げる頻度マジで本当に半端ねえからな。まあこんぐらいでいいか。な、別にいいよな。誰も困らん。誰も困らんっていうか、ペース上げると俺が困る。はい、行きまーす。はい、エースビスコンティー。 YouTuber 認定、いやダメだよ。まあ講義の YouTuber ではあるが、競技の YouTuber ではないので。
ゆがみずわさん、ゆがみずわだます。あのステージ作成とかめっちゃしてくれてる人いて嬉しい。これプラグイン完成させなきゃなっていう気持ちになるね。なんかなあ、俺は帰りたいんだって。そうか、帰れよ。おい、帰らせてやるよ。動画編集で遊ぶ？ああ、編集で遊ぶ？そんなこと考えたことなかった。考えたことあるわ。どっちかというとなんか YouTube はあれだからな。この、グッズボの配信やこんな感じなんだが、みたいな体験版的なやつよりの気持ちで始めたけど。土多くね、今回。土が多い。いや、今回の青鬼ごっこの編集ってか字幕めっちゃ YouTuber だったよな。俺の今回の動画マジで YouTuber だったわ。この字幕な。しかもちゃんとずっとつけてるし、字幕。えら。え、おお！なんてこった！これ仲良くなれそうだ。仲良くなれそうだ、これは。行きますか。遊ぶ金ホストだと思って、今でも遊ぶ金ホストだよ本当に。志望動機も遊ぶ金ホストです。アザルフレスティングプレイス、ここか。さあ今日も俺は目がいいぞ。どうせいるってばよ。いないってばよ。予約つけんの恥ずかしかった。ふくろこいさん200ビター出す。やったね、外したね。シェイクハンド、ミスり倒した。こいつやりよる。なかなかやるよな。さすが帰りたいだけある。定時退社税だな。さて。いや、定時退社税だ、これ。定時ギリギリの仕事は絶対に避けきるという、そういう自信を感じる。デッドハードの使い方もうまい。ただ、このライトは別人だ。ちょっかいだな。なるほど。ミスった、今のは。この人うまいな。別人が絡んでくるな。まあ、ただこれは知恵にしかなってない。いや、もう一人の僕？もう一人の僕じゃない。登れない。あ、拾ったー。ありがてえ。バーベキューを知らない。バーベキューしたことないタイプのナース、タープのナイス。あー、うまい。エイムだけうまい。デッドハードされるんだ、俺は。今からデッドハードされるんだ。はい、デッドハード反応してくる。あー、ガタ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 。高橋名人いる。
どっち後ろ？しゃがみて、ここ。あ、間違えた、左クリックと右クリック。でも、左クリックの右クリック感すごいよね。なんで振る？左クリックの右クリック感ってすごくない？なんで振る？なるほど。ここはどうしようかな。あー、二人目来たー。やめてー、ここを直すの。左クリックの右クリック感ってすごくない？これわかんない人はね、ちょ、ダメだわ。左利きの人だわ、それは。ナスコ警戒してやがる。やってんねん。治っちゃった。もう一人の僕。いや、もうちょ、足跡多くね。どれが誰のかわからん。これ取れるね。いや、治っちゃったね。まあ、ここ行くわな。いるにはいる。ちょっと普通に外すのやめて、それ危な。地下だ。いや、地下はね、風もしのげていい。そこ治るとね、辛い。そこ治ると辛いんだわ。やってんね。あー、そこか。どうしようかな。よかった、よかった。よいしょ。さあ行くか。勇猛果敢。集中戦みたい。一人死んだが。溜めたブリンクをどうしようかと。不敬。
ですね。で、はぁ、なに、あ、ミスった左クリック押せてなかった。あ、来ちゃった。するんだ。おお。俺は帰りたいんだ。ご覧のスポンサーの提供で。126さんサブスクライブありがとうございます。出る。ナスコで映ってないってことは遠くでいるな。ハッチ湧いた。あー、これやばい。初戦争やばいぞこれ。いやー、これやばいっすよ。やばいっすよこれ。ここじゃない。いたー。ハムミさん100ビッツあります。あってー、これはハッチを先に見つけた方がいいのか。いや、そっちにはない、そっちにはない。そこにはない。いや、そっちにもない方がいい。あった。あった。はい、じじい。ありました。俺的にはない方がありがたかったんですけどね。リアさん100ビッツあざまーす。いやー、もう視聴者的にはあった方がありがたかった。いや、みんな俺の全滅望んでるやん。もう俺が全滅取れたらもう一緒に喜び、全滅取れなかったら一緒に泣き、むせて感情の共有こそがね、やはり配信というものではないでしょうか。な、まあ、俺たち、この画面を通じてね、同じゲームを通して、心で繋がってるから。うん、共感してるのは周知心だけ。うん、ありがとう。共感できる点があるってことだけでも、ゆいさん100ビッツありがとうございます。嬉しい。よかった。いやー、今日は気持ちいいね、ナースが。あ、全滅できなかった。涙出るくらい笑ってんの。あ、もう俺ちょっと、もうこっからもう絶対一人は逃がして、もうお前笑い死にさせたるわ。もう腹筋崩壊だわ。
まあそろそろラストかな。もう追悼の儀式は。明日なんか、明日あれだわ。なんかスマブラかなんかやるわ多分。スマブラうまいし俺。まあとりあえず至って平凡な構成でいきますか。俺たちのデボアナース。麻薬持ってきてる。ルル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 。スマブラもう一つキャラ、ドンキーがいるじゃん。ドンキーとウルフで大怪獣バトル。大怪獣じゃない、百獣の王、グローニングスターハウス。はいどうもー。あ、なんかブリンク遅くなりました？ブリンク遅くなりました？シャドーボーンないとこんなに遅く感じるんだ。な、まあ、これでも早い方なんだけどね。デボアの横に突ったるよ、ヤサ鬼だから俺。見ずとも見える。もう一人いいんだろここ俺。とても二度見したことバレてないよな多分。いやー、野草にすると気分がいいな。おいねえか。おっと、先にトーテムを潜る。先にトーテムを潜る戦術。いない戦術。まあでもその救助でな、俺のデボアトークンは1個溜まったぜ。ああ向こうやってんのか。いやピンポンダッシュマジ性格悪い。俺なら絶対やるけど。やめて、ひどっ。見てください、これがサバイバーの方々ですよ。いやもうこれはどっちがキラーか分かりませんわ。もうやりおる、終わる。こっちもやってんな。ダメだもう。なんで一発なの？あ、そういうこと？怪我してたんだ。かわいそうに。
見ずとも見える。下手な関西弁ではありません。関西人関西弁に厳しい。本当に関西弁喋るやつに親でも殺されたのかというぐらい厳しいやねん。怖いやねん。あ、救助されたね。救助されたやねん。出頭してきた。殺す。俺もあれだから、どっちかというと関西弁寄りの言語だからな。うん、だからよく言うけど、それなんかな、言われるんだよな。え、ぐつぼエセ関西弁みたいな、たまに言われるんだけど。いや、さぬき弁なんですけど。ちょっと、もうどちらがバカにしてるのやら。まあ、ちなみにさっきのは下手な関西弁です。関西弁はエセ讃岐弁だからもう。いただき。舐め合ってるよ。自力、あ、そうだな、解放あるわな。俺は歩けもするんだぞ。あ、届かん、届かんすぎる。え、届かんすぎる。届かんがすぎる。待てー、やっと届いた。はい、いただきました。1分長ない？有給の時だというの。結構有給の時間チェイスしたけど。終わるんだよ。ありがとう。地下あったな。まあ、地下なんてね、もう、まあ、このご時世でいいかな。おっと、自己紹介。どっちから出た？あいらっしゃいました。終わりだ。苦しいか。これがナーフされたナースの苦しみなんだよ。あ、その身で解くと味わうがいい。八つ当たりを解くと味わうがいいぜ。
な、まだされてない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 けど、そう、まあそうですよ、それに準ずる感じでね。じじ、なめらかさん、やかべつ、あざまーす。っていうことでね、まあこの辺りで今日は終わりたいと思います。ということでね、お疲れ様でした。今日早めに配信したけど、どうだろう、どっちの時間がいいんだろうね。え、匿名の500ビッツ、ありがとうございます。どっちの時間がいいですか。22時か。わーお、ガマハラさん1000ビッツ、あざす。口にお賽銭のごとく投げ込むやついいよね。ということで終わります。遅い方がいい。じゃあ早くしよう。はい、お疲れ様でした。バイバイ。